Japan? Japan. Osaka? Tokyo. Tokyo. Hiroshima. Yeah.今日はね、カトマンズの激辛メニューをちょっと紹介したいかなと思うんですけども、はい、ここっぽいっすね。モンスターミールということで、はい、じゃあちょっと交渉してみましょう。はい、Can I take a video? Yeah. Okay? Okay, yeah. And so I looking for spicy wings challenge. Is there? Challenge. Is there? Wow, nice.Nothing? Today is nothing. Oh. なるほど。おー、これ辛さがレベル1からレベル5。なるほど。Wing Spicy Wings。あ、これですね。おー、なるほど。レベル5。わお。うわ、すごいね。見てこれ。何これ。うわ。おー、これ辛そうだね。これ見て。うわ。手袋しろと。これ手袋して食べないと手がヒリヒリして痛むんでしょうね。今回はその時間制限ないんですけど、10分以内にちょっと食べようかなと思います。はい、いただきます。よし、いきましょう。これキャベツね、うん、うまい、うん、じわじわ食うね。これ辛っ、うん、うわこれ辛い。インドかマレーシアかどっかで食べたチキンウィングより全然辛い。うん、うん、お、ハウバルザフ、涙が止まりません。お、痛い。お、お、ラスト。うん。なあ。おう、いや。このソースも
いやあ、最高。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ネパールカトマンズにあるモンスターミールさんの激辛チキンレッグ、辛さレベル8です。8位です、はい、辛いもの好き、ビール好きはぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあね、次のお店行きましょう。共和国にいます。今回の旅最後の国5カ国目なんですけれども、見てください、バングラディッシュ、非常に交通網がすごい渋滞してるんですけれども、こちらのバングラディッシュで食べられる辛い料理を紹介していきます。それ行きましょう。こちらは、ベッドにあります。見てください、皆さん、ベッドがこんなに汚ねえな、これ。ちゃんと洗ってんのか、これ。黒ずんでるぞ、この野郎。あ、水用意されてますね。風湧いてんじゃねえか、この野郎。何してんの、これ。バカ野郎。バングラディッシュのダッカにいるんですけれども、本当はね、お昼に旅に行きたかったんですけども、もう暑いし、今日も40度近くありますし、ちょっとお昼は寝てました。で、まあ、ちょっとね、夜になって、安くなったんで、はい、元気。はい。ちょっと涼しくなったんで、これからね、ちょっと辛い料理食べていきたいかなと思いますけど。誰ー、はい、ということで、喋らせろ。目当てにしてたお店が潰れてたみたいなんで、食べ歩きで、まぁ、ちょっと辛いものをね、探しながら、ちょっと食べていこうかなと思います。ちょっとじゃあ、こっち、あ、これ、ちょっと辛そうだな。スパイシーマックス。これ辛そうだね。ちょっと名前が超よう分かるんですけど、ファイブスターチキンという。このスパイシーマックスチキン。これ言ってみましょうか。スパイシーマックスチキン。ワン。いや。パステル。あ？パステルホベ。パステルホベ。スパイシーマックス。いや。飲み物があるんで、せっかくだから。頼もうか。マックスチキン、スパイスマックスチキン。屋台でこうやって買うのも楽しいですね。屋台でこうやって買うのも楽しいですね。パイナップルスムージーのこのスパイスマックスチキン食べたいと思います。パイナップルジュースいただきます。うん、スパイスマックスチキンいただきます。美味しそうだな、これ。チリソースみたいなのが、あるんで、これかけてみましょう。チリソース。酸っぱ辛いね。うん。ちょっと癖がありますね、このソースは。ちょっと雨が降ってきちゃいました。日本で食べるスパイシーなチキンとはまるで違います。ちょっと独特。はい、ごちそうさまです。ライブとライブ。 Thank you! バイバイ。はい、ということでね、昨日はまぁ、ちょっとバングラディッシュ内のね、ちょっとこう、屋台とか、ちょっと辛い、食べ物ちょっとね、食べて散策したんですけど、今日はね、ちょっと店舗に行きたいかなと思います。今日行くお店はですね、まぁ、チャイニーズレストランっていう感じにはなってるんですけれども、中華料理プラス、まぁ、バングラディッシュで食べられるような普通のカレーとか、ちょっとこう、混じったような、料理がいっぱいあるんで、ちょっと早速、中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、ということでね、早速、料理来たんですけど、まだあと 2品来るんですけども、これがね、ちょっとお店の人が、ちょっとこう辛いよって言っておすすめしてくれたのがこの、チンジャオロースみたいな感じですけども、なんか麺が入ってますね。青唐辛子が辛そうですけども、早速こちら食べていきたいと思います。はい、
いただきます。青唐辛子がスパイシーですね、これ。あれ、うん、こちらチキンカレーですね。ちょっとここのこっちのカレー行ってみましょうか。レッドカレーということで、チキンフライドライスと一緒にこのカレーを食べていきたいと思います。美味しそうです。ちなみにこのチキンフライドライスにも青唐辛子が使われてます。はい、はい、ということで、ちょっとね量が多くてもう食べきれないんで、こうやって頼めばこうやって包んで、まあ、持ち運びできるみたいなんで、まあ、ここに包んでもらいました。はい、辛さレベルはですね、チャーンと焼きそばみたいなのは6、カレーに関しては 6.5 になります。そんな感じでね、ごちそうさまでした。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の旅はもうここからねインドのコルカタに移動して、最後の国、日本に帰りたいかなと思います。まだまだあと2日ぐらいありますんでね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、それではね、次はインドのコルカタ行きましょう。レッツゴー。今から行けますか。手入ってるから頭フラフラだけど。大横キッズってやつですか。意気込みは晩ご飯ごちそうさまです。フラ煉獄になります。やばこれ。